ブルックリン級軽巡洋艦、ブルックリン級軽巡洋艦、ブルックリン級軽巡洋艦、ブルックリンクラスライト、クルーザーはアメリカ海軍の軽巡洋艦の艦級。1933年から1935年海軍計画において7隻が整備され1937年から1938年にかけて巡航した。本艦はロンドン条約で、 保有量を制限された従順洋艦の穴埋めとして条約締結直後の1930年に計画が始まった。広大な太平洋で必要となる長い航続力を確保するために1万トン台という大型艦になっている。1931年にニューオーリンズ級と同程度な走行に15.2センチメートル砲12門の9600トンの 設計が選択されて1933年度の予算が割り当てられる予定であったが、結局新たな設計を進めて、日本海軍の最上型重巡洋艦、巡航当時は軽巡洋艦であったに対抗するために 15.2cm 砲15門の巡洋艦として要求性能が決まり、基準排水量はロンドン条約制限一杯の1万トン台の 大型軽巡洋艦として設計された。艦隊防御は原則は最厚部で1 2 7ト、mm、ルにもなる重防御で同世代の自国重巡洋艦よりも重防御であった。さらに偵察能力強化のために水蒸気4機と片っパルト2機を搭載したが防御上弱点となる航空設備はバイタルパート外のトランサム型の艦備部に集中配置する念の入り用であった。 基関配置はニューオーリンズ90巡洋艦のものを踏襲している。ただし、後期型の2隻は換気、換気の交互配置となった。本級は CL-40、CL-48 までの前期型 CL、CL-49 と CL-50 の後期型、セントルイス級系巡洋艦として扱われることもある、に分かれており、 後期型は、外観では低重心の環境構造、2番煙突直後に配置する水、連装形式となった 12.7cm38 口径広角砲で見分けることができる。最上型は、条約の政権がなくなった段階で、主砲等の 15.5cm3 連装砲を 20.3cm 連装砲に換装したが、 本級は 20.3cm 方への乾燥を考慮せずに設計された 15.2cm 方搭載の大型化された軽巡洋艦だった。第二次世界大戦での戦没艦はなく1947年までに全艦退役した。その後、サバンナ、ホノルル以外の古籍はアルゼンチン、ブラジル、チリの南米産カ国に売却された。 これら三国では実用艦というよりそれまでの旧式戦艦に代わる各国海軍の象徴的な大型艦とて運用された。このうちアルゼンチンに売却されたフェニックスアルゼンチン名はヘネラルベルグラノはフォークランド戦争で同海軍の機関として用いられたが同艦がイギリス海軍の原子力潜水艦コンカラーによって撃沈されたことで 国民の意気消沈は激しく、アルゼンチン軍全体の指揮低下は著しかったと言われる。船体形状は全球に引き続き、平ら板型船体を採用していた。監視甲板上には、新設計のマーク1615.2センチメートル47後継速射砲を新設計の三連装砲塔に収めて、 2番番番を、を背中合わせのの番、番で挟み込むかのように3機を配置した。その背後に司令塔を組み込んだ環境塔型環境を基部に短脚式の全部マストが1本立つ。その背後に2本の煙突が近接して立っているが、本級の基幹配置は上記の通りニューオーリンズ90巡洋艦のものを踏襲している。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、 二本のクレーンにより運用された。関西艇置き場の後ろに、後部マストと後部見張り所が建てられ、後部甲板場に、後ろ向きの4番5番手砲道が、背負い式に2機、完備部に水蒸気用、クレーン1機を挟んで射出型パルトが、片元に1機ずつ、計2機が配置されて水蒸気施設となっていた。原則甲板場には、対空火器の、 12.7cm25 口径広角砲が露天で片元4機ずつ軽発機が配置されていた。本級の手法には新設計のマーク 1615.2cm47 口径速射砲を採用している。その性能は重量 59.0kg の砲弾を行革47.5度で射程 23,881m まで。 届かせることができた。砲画の不行能力は、設計段階では、行角60度であったが、実際には、行角60度、深く10度である、旋回角度は、守備線方向を0度として、左右に150度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で、 補助に人力を必要とした。発射速度は毎分8から10発である。全球では連装砲塔と単装砲が原則ケースメート配置の混載であったが、本級において全種砲塔を3連装砲塔に統一した。これにより使用防御庁の短縮につながり、防御重量の節約となった。広角砲は12.7センチメートル25口径。 広角砲を採用した。この砲は 24.43kg の砲弾を最大行角85度で高度 8352m 体幹用として行角45度で 13259m まで届かせる性能があった。旋回と不行は電動と人力で行われ左右方向に150度旋回でき、不行は行角85度、深く15度で 発射速度は毎分15から20発だった。これを単装砲画で片原4機計8門を搭載した。前述の手法等の搭載形式の改良による武装重量減少により防御重量を増加することができた。これにより本級の防御力はさらなる強化が行われ原則の推薦武装高は全球の 76mm から 127mm へと かされ、甲板、ね、防御も 38mm から 51mm へと増圧された。本級の機関は高温蒸気を使用する、バブコックウィルコックス式重油潜水艦艦を発揮と、パーソンズ式、ギヤアードタービン4機4軸推進で最大出力10万馬力、速力33.6ノットを発揮した。本級の機関配置は、 監視からボイラーに気をずつ収める、第一間室と第二間室、水密隔壁を挟んで、第三間室と第四間室、その背後に第一機械室、第二機械室の順番で配置した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。